愛情さん。ごめんね、天童さんのこと忘れてて、ごめんね。愛情さんが謝ることではありませんよ。あと、私の袖で涙を拭かないでいただけると。でも、舞台を終えることができてよかった。おかえり、まやちゃん。おかえり。ありがとうございます、皆さん。まったく、次からはちゃんと一言言ってからいなくなりなさいよね。それができればそうしていました。ふん、お、なんか久しぶりに見た気がするぜ、この二人。うんうん、なんだかホッとするね。でも、その気持ちを忘れてしまってた。忘れるというよりも、もともと存在しない世界を演じさせられていたということなのよね。それも私たちが気づかないうちにね。スターライトが消えてしまいそうになったあの時のように。そう、そして戯曲の消失は今も続いているのです。そうよね、アンドリュー。そうドリュー、エル。消失はおそらく今もどこかで起きてるドリュー。スターライトだけじゃなかったんだ。コロスがどこから来るのか、なぜ戯曲が消えてしまうのか、それはまだ分かっていません。でも私は戯曲を守りたい。舞台を生み出す戯曲という存在を私は愛しています。だから消失させたくない、絶対に。でも私は舞台に上がることができません。なんで？こんないろいろなこと知っときながら、なんで舞台に上がられへんの？それはエルがまだ舞台少女じゃないからに決まってるだりゅ。だからそんなもん説明せんとわかるか。お？まだ？人が嫌がることをずけずけ言ってくる。まったく、この強女はデリカシーのかけらもないドリュー。デリカシー？そっちこそ人が嫌がることをズケズケと。中誰が入ってんのよ。出てきて顔見せなはれ。ああ、だから触らないで触らないで。アンドリューは可愛いモグラドリュー、暴力反対ドリュー。どこが可愛いよ。青カビ生えたつぶれ大福みたいな気持ち悪い顔したこのキモグラが。はあ、青カビ生えたつぶれ大福みたいな気持ち悪い顔した千詰まりモグラ、あんたはたった今からキモグラや。キモグラ？誰が青カビ生えたつぶれ大福みたいな気持ち悪い顔した千詰まりの死んだ目をしたキモグラ。なんか増えとる。
もう怒ったドリュー。この自慢のモフモフモグラパンチでぶっ飛ばすドリュー。暴力反対じゃなかったのかよ。いいから落ち着けって、カオル子もキモグラも。お前もキモグラって言ったドリューな。このチンチクリン。誰がチンチクリンだこら。はいはい、今はそんな場合じゃないでしょ。それで私たちはどうすればいいの？再びコロスの侵食が始まり、戯曲が消失しそうになったら、衣装をまとって舞台に上がり、コロスを殺撃してほしいのです。消えゆく舞台を演じてリライブして救ってほしいのです。どうか戯曲を、物語たちを、どうか。わかりました、やりましょう。え、何か。いえ、そんなあっさり。舞台に携わる者が戯曲の消失を看過できるでしょうか。ま、できるわけないわね。コロスを殺撃して消えゆく戯曲をリライブできるのが舞台少女だけなのだとしたら、私たちがやるしかない。イグザクトム。うん、そうだよ。私たちが戯曲を、舞台を守らなくちゃ。うん、大切な戯曲がなくなってしまう怖さ、私たちにもわかるから。皆さん、だから戯曲が消え始めたり、誰かが舞台に取り込まれたのなら、すぐに私たちに教えて。知らない間に誰かが消えてるなんて、のんのんだから。って、それ私のセリフだよ、クロちゃん。やりましょう、私たちでコロスを殺撃して戯曲を救うために。ああ、って、それ私のセリフでしょ、天童マヤ。わかりました。戯曲に異変が起きたり、舞台少女が舞台に取り込まれた時は、真っ先に皆さんに。うん、お願いね。あ、でも私たちだけで対応しきれるかわからないし、他の学校にも知らせた方がいいんじゃないかしら。そうだよね、シークフェルトとか林明館とかフロンティアのみんなにも。やれやれ、忙しくなりそうだな。聖章祭もあるし、劇フェスもあるのに、さらにコロスを殺撃せいやなんて、こんなんいつ休めばいいよ。夜中たっぷり眠ってるんだから大丈夫だろ。全然大丈夫やない。エル、そろそろ時間だりゅ。え、ああ、そうだよね、アンドリュー。では皆さん、私たちはこれで本日の公演、お疲れ様でした。また戯曲が消えそうになったらよろしく頼むドリュー。
それまでにデリカシーのなさをなんとかしておくのりゅう、強女。はあ、去り際にまた余計な一言を。ちょっと待ちなはれ、このキモグラ、キモグラ。帰っちゃったね。もうなんなんよ、あの口の悪い着ぐるみキモグラ。どこに帰ったん？そもそもどっから来たん？なんであんなこと知ってるん？わかりません。ですが、戯曲を愛し物語を大切にしている、その思いは本物でした。うん、あの好きって気持ち、私たちのスターライトを思う気持ちと一緒だった。消えたりなんてさせない。うん、そうだよね。私たちで守らなくちゃ。コロスを撃…空撃？爆撃？策撃だったと思うよ、カレンちゃん。そう、それコロスを策撃、それがリライブですよ。もう、なんでそんなめんどくさいことを。己から動こうとしない者に天は救いの手を差し伸べず、ウィリアム・シェイクスピアの言葉ね。戯曲を消失から守るためには、私たち舞台少女が舞台に上がらなくちゃいけないってことよ。花ヤギさんは詐欺娘やアタカの松が消えちゃってもいいの？戯曲を守るんや。だからさっきからみんなでそう言ってるだろ。よーし、頑張らなくちゃね。でも、どうしたのカレン。私たちは天道さんがいない舞台を演じさせられていたんだよね。うん、そう言ってた。なのにどうしてクロちゃんだけがそれに気づけたのかなって。あら、そうだったのですか。え、それはいいからとっとと帰るわよ。何がおかしいのよ。いいえ、私は帰ってくることができたのですね。私たちの舞台に。